皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。またしてもふわちゃんに、問題発生、である。お笑い芸人のやす子が X に投稿した、やす子オリンピック生きているだけで偉いのでみな優勝です。といった前向きなメッセージに対して、暴言としか言いようがないリプライをしたことが発覚。すぐに削除したものの、当然ながら、証拠、は残ってしまい、非難の嵐が巻き起こっているという状況なのだ。 ここでフワちゃんの書いた言葉を具体的には紹介しないが誹謗中傷の典型で犯罪と認定されてもおかしくないレベルの物言いに弁解の余地はないだろう実際ネット上は彼女への厳しいコメントで溢れている最も彼女の言動が問題視されるのは今に始まったことではない デイリー新潮では昨年にもその問題行動の数々を踏まえて専門家の意見を聞いている。当時は遅刻や物忘れが大いに話題になり、ADHD ではといった指摘が出ていた。そこで実際に ADHD 外来の医師に見解を求めてみたというわけである。もちろん正式な診断ではないのだが、これだけトラブルが続き。 今回のように何の罪もない知人を傷つけているという事態となっている以上、本人や周囲はその原因をもっと考えてみる必要があるのかもしれない。以下、2023年10月17日記事をもとに再構成しました。有吉弘行に出席されたことも、お笑いタレントで YouTuber のふわちゃん、年齢非公開、が2023年9月26日放送のラジオ番組。 フワちゃんの「オールナイトニッポンで番組のアンケートは期限内に提出したことがないと明かした。バラエティ番組「踊る」「さんま点火曜20時」「日本テレビ」のアンケートも期限から1週間を過ぎているが提出していないという中1。締め切りを守れないというエピソードからフワちゃんの「遅刻癖」を思い出した方も多いのではないだろうか。特にここのところ 相当数の記事が配信され、世論の大きな注目を集めた。改めて振り返ってみよう、発端はフワちゃん自身の発言だった。2023年8月8日放送の「オールナイトニッポンゼロ」で遅刻と忘れ物のエピソードを紹介したのだ。フワちゃんはバラエティ番組「有吉の夏休み2023密着77時間 in ハワイ」、フジテレビのロケに参加。以前にフワちゃんは 有吉弘行、49、との仕事で遅刻し、叱責されたことがあった。有吉は時間に正確なことで知られている。毎日新聞に有吉さんは収録現場にまず遅刻しない、という記事が掲載されたほどだ、中2。さすがのふわちゃんも遅刻に気をつけていたそうで、集合時間の数分前に到着。本人としては間に合ったつもりだったようだ。だが、 周囲はそう思っっていなかったタレントのみちょぱこと池田美優24も同じロケに参加していた彼女は8月20日自身のラジオ番組「シャープみちょぱ」ら日曜22時30分日本放送「デフワちゃんの時間間隔」に苦言を呈した「遅刻と忘れ物有吉さんとかみんな揃ってる状態だから遅れてないっすよ」みたいな感じで来るんだけど この度何回してると思うそもそも有吉さんより後に来たらもう遅刻だと思った方がいいよそれも何回も言ってそれでもでもとかってずっと言うから要するにフワちゃんは重役出勤だったらしいしかしハワイにおける彼女の問題行動はこれにとどまらなかった過剰書きで紹介しようロケで使うスニーカーをホテルの部屋に忘れたり ロケ先で来た水着を更衣室に忘れたりした。平成のぶしこぶしの吉村隆のゴルフクラブを一本借りて写真を撮影したが、クラブを撮影場所に忘れた。ホテルの鍵をなくし、フロントで再発行。ところが、部屋番号を間違えて、ビビる大木の部屋に入った。忘れ物のエピソードが目立つ。冒頭で紹介した。 アンケートは期限内に提出したことがないと共通する点がありそうだ。フワちゃんはさまざまな番組で自身のやらかしを披露している。今や鉄板ネタと化している印象さえある。宮崎に飛行機で移動しようとすると1ヶ月先の便を予約していたとか、韓国ロケでパスポートを空港に忘れて現地到着が3時間も遅れたという具合だ。発達障害は早 フワちゃんがこうしたエピソードを披露するたびネット上では発達障害ではという指摘が増える XQTwitter で検索してみるとフワちゃんは発達障害だと思うんだよなぁといった投稿が目立つ X などの SNS では確かに一時期はフワちゃんの遅刻を厳しく批判する投稿も目立ったこれを一部の芸能人などが問題視し フワちゃんが視聴者に直接、迷惑をかけたわけではないと苦言を呈することもあった。だが、SNS を詳しく見てみると、球団より心配する声も相当な数に上ることがわかる。事務所が専門家と一緒にフォローしてあげないと、外来で診察するのがいいと思うという具合だ。ならば外来の診察経験が豊富な専門医に取材を依頼すると、どんな見解になるのだろうか。 発達障害、文春新書などの著書がある医師の岩波名氏は、東京大学医学部卒、都立松沢病院などで臨床経験を積み、ドイツに留学。2015年より昭和大学附属烏山病院の病院長として ADHD 専門外来を担当している。岩波氏にふわちゃんの失敗エピソードについての見解をお願いすると、まず、発達障害。 という言葉は総称であることが重要ですと指摘するそのため専門医が発達障害という診断を下すことはありません総称ですから様々な疾患が含まれておりメインは ASD、自閉症スペクトラム障害と ADHD、注意欠如、可動性障害の2つですその他に学習障害も含まれますし広い意味では従来の知的障害が含まれることもあります ASD の中心的な疾患である自閉症は知的障害の比率が高いのです。このようにさまざまな疾患が含まれていますから、特にマスコミの皆さんは発達障害と言い切ってしまう場合が多いわけですが、誤解を招きやすい表現だと言えます。そしてフワちゃんの場合、私の経験から申し上げますと、ADHD の可能性があると考えられます。遅刻忘れ物異質 厚生労働省の e ヘルスネットは ADHD を「不注意」と「多動・衝動性」を主な特徴とする発達障害の概念の一つと定義した上で特に子どもの症例として以下の具体例を挙げている「不注意・活動に集中できない気が散りやすいものをなくしやすい順序立てて活動に取り組めないなどと「多動・衝動性」 じっとしていられない静かに遊べない待つことが苦手で他人の邪魔をしてしまうなど、もちろん私はフワちゃんを診察したわけではありません。しかし、報道によると、遅刻、忘れ物、そして異質が相当頻繁に起きているようです。また、出演したバラエティ番組を拝見しても、 若手のお笑い芸人として求められている役割なのかもしれませんが、他の芸人さんのトークに対してかぶせるようにして喋っています。率直に申し上げて、落ち着きがない印象を受けます。どう、岩波氏。大人の発達障害という表現が散見されるが、成人して ADHD や a d スを発症することはない。ADHD の場合、アメリカ精神医学会の DSM5 は、 症状のいくつかが12歳以前より認められるという基準を明記している。フワちゃんはインタビュー記事などで自身の幼少期を振り返っているが、その中には ADHD の可能性をうかがわせるエピソードがある。自分の浮いてる部分、例えばブルータス電子版が配信したタレントフワちゃんが語る私の100読本、自分は自分のままで十分素敵 2021年12月14日配信には以下のような記述がある小学校の時抜けた歯を誰よりも高く投げたくて体育倉庫の上までよじ登ったり北海道の中身が砂鉄だって聞いてそれを確かめたくて全校集会の最中に北海道を切り刻んで磁石で実験してみたりしてそんなもんだからお母さんが学校によく呼び出されてた 学生時代の私は相変わらず変だったけど友達も多かったし運動もできたから悩み事もなく楽しく過ごしてたんだでも年を重ねていくにつれてなんだか自分の浮いてる部分が如実に出てきて周りもみるみる大人になっていよいよいつまでも楽観的ではいられなくなってきた大学は3軒からでも遅刻しちゃうし何回やってもバイトはクビ 夢を叶えるために入った芸能事務所もお偉いさんに中指立てて解雇インタビュー記事から ADHD の特徴の一つである衝動性が子どもの頃からあったことがわかる他の精神疾患と同様になぜ ADHD の患者さんは忘れ物や遅刻衝動的な言動が多いのかという原因についてははっきりと分かっていませんただ ADHD には治療薬があり その聞き方から考えて脳の神経伝達物質の機能障害であろうと推測されています。ただし推測止まりでそれ以上のメカニズムについては解明されていないのです。ADHD の患者さんに関する臨床例が積み重なったことで忘れ物や遅刻が多いという共通点が明らかになったわけです。どう、岩波氏。ADHD の武器意外に思う人もいるかもしれないが。 ADHD の患者が良好な人間関係を構築する人は少なくない。フワちゃんがインタビューで友達も多かったと振り返ったことと合致する。ADHD の方はいわゆるファーストタッチが上手です。初対面の人でもスッと入っていける。だから営業職を得意にする人も多いのです。しかし悪意がないとはいえ、 率直すすぎる発言が多いといとう特徴もありますこれが好感を持たれる場合もありますが、裏目に出ることも珍しくありません。例えば、私の患者さんで、重要な会議で上司がプレゼンを行ったのですが、その際に明らかな間違いがあった。すると部下だった患者さんは、そこは違います、ととうとうと弁じてしまいました、どう、岩波氏。もちろん悪意は微塵もない。 単に間違いを指摘しただけだけとはいえ上司の面目は丸つぶれになったその後上司は査定の際彼に対して常に低い評価を与え悩んだ部下は岩波氏の診察を受け自身が ADHD だと理解したという ADHD の患者さんは空気を読めないという指摘を目にすることもありますがこれは正確ではありません空気を読めないのは ASD の患者さんです ADHD の患者さんは空気が読めるのですが読まないのです空気を読むより前に頭に浮かんだことを衝動的に口にしてしまう会社員なら大変なトラブルに発展することもありますがお笑い芸人には武器になりえますふわちゃんの奔放な発言は話題を呼び賛否両論の議論を巻き起こしていますこう考えると ADHD の患者さんは芸能界向きと言えるかもしれません 同岩波氏マネージャーの役割 ADHD の患者は一つのことに新食を忘れてのめり込むという特徴もある ADHD の可能性がある「偉人」や「天才」は枚挙にいとまがなく岩波氏はエジソンやモーツァルトが該当すると考えているフワちゃんの場合芸能活動が一人で完結していればまた違った展開になったかもしれない 一人でネタを考え、YouTuber として一人で動画を作成して成功を収めたのなら、遅刻も忘れ物も問題視されることはない。だがフワちゃんはテレビの世界でも人気者になった。こうなるとスタッフや共演者と協力して番組を作らなければならない。どうしても ADHD の特徴が周囲に迷惑をかけることになってしまう。ADHD の患者さんは、 比喩的的に言えばば一人ででで絵を描いて生活ができれば理想的ですそのため起業家がワンマン的に会社を経営する場合でも同じ結果を生むことがありますテスラや X を経営するイーロン・マスク氏52は ADHD の可能性がありますし楽天の三木谷博氏58は自身が ADHD だと公言していますただし こういうワンマン経営者は成功しているときは強いですが、経営方針を間違ってしまうと相当な痛手をかぶることがあります。どう、岩波氏。岩波氏は、フワちゃんをサポートするマネージャーさんはいないのでしょうか。と指摘する。過去の報道を見ても、マネージャーは現場にいなかった、とか、マネージャーが愛想を尽かしたなどの記事が散見されるが、実際のところはよくわからない。 高い社会的位、経済評論家の勝間和代さんも ADHD を公言しています何度も対談させていただきましたが忘れ物がかなりひどいそうでそれこそ買った切符もすぐになくするとおっしゃっていましたではどうやって勝間さんは仕事をこなしているかというと何でも面倒を見てくれる優秀で献身的なマネージャーさんがそばについているんですね勝間さんのために切符を買い フはちゃんもマネージャーさんがつきっきりでサポートしてくれたのならトラブルが激減してもおかしくありませんただしマネージャーさんの負担は相当なものになりますどう岩波氏先に ADHD の患者には天才が多いことを紹介したが外来を訪れる患者にも社会的地位の高い人は目立つという ADHD の患者さんは興味があることには没頭しますし、集中力もず抜けています。勉学に向けられると好成績を残すので、医師、弁護士、メガバンクの行員といった患者さんは珍しくありません。大学を卒業して社会人になると、多くの患者さんは仕事で高い評価を受けます。ところが、会社が管理職に抜擢すると、評価が激変することがあります。 管理職は自分の仕事、部下の世話、人事評価などマルチタスクが求められますが、ADHD の患者さんはこれが最も苦手なのです。管理職になるとミスや遅刻が目立つようになり、上司に勧められたり、自分で異変に気づいたりして LINE するケースは多いのです。どう、岩波氏。同調圧力と ADHD。ADHD には治療薬がある。日本で認可されているのは4種類あり。 そのうち1種類は自動用だ。そのため大人の場合は3種類の薬を試すことになるいずれも集中力を回復してミスをなくし衝動を抑える効果があります効果は人それぞれですが劇的にミスが少なくなった患者さんもいますまた ADHD の患者さんは睡眠障害を併発することがあります気象と就寝のリズムが狂い、 学生なら不登校、社会人なら欠勤や遅刻の原因となります。ADHD の治療薬にはリズムを回復させる働きもあり、服用すると登校や出勤できるようになったというケースもあります。ただし、結局は本人が今の自分から変わりたいという強い意志を持っていることが条件です。親に言われて、上司に言われていやいや来たという患者さんは、 そそれこ受診察に遅刻することも日常茶飯事で、これでは治療効果は出ないですよね、どう岩波氏。日本社会は同質性が顕著で同調圧力も強い。ADHD のような個性の塊というタイプにとっては生きにくい社会だ。ADHD の帰国子女などは、 移民が多いなど多様性のある欧米社会の方が楽だったと振り返ることが少なくないという。社会生活を立派に営む患者、発達障害の中では ADHD の患者さんが最も多いと考えられています。さまざまな統計がありますが、大人だと4、5%というデータが多く、日本人の人口に当てはめると500万人くらいになります。 日本は ADHD に厳しい社会ですが、それでも多くの患者さんは症状に苦労しながらも社会生活を立派に営んでいます。そういう意味では彼らは薬を服用していたとしても健常者の一部だと言えるでしょう。ただし、ADHD には共通した特性があり、それを理解しておくと日常生活を過ごす上で対処が容易になります。自分は ADHD の可能性があると思ったら、 情報を集めたり、病院を訪れたりすることによって、自分の症状や問題点を認識し、毎日の生活を送ることが必要です。どう、岩波氏。週1何がしたいのフワちゃん、指原り乃から怒られる。英語の勉強に20万円払うも何もやらず。客出し、と悪態。フラッシュ電子版、9月26日。週2、仕事に妥協しない。 職人 MC に合わせ魅力引き出す有吉弘之ネットフリックス番組で絶